帰りなさいませ、リオ様。お兄ちゃん、すごいよこのお家。露天風呂があるんだよ。おー、キッチン。おー、いい景色。うん、おいしい。あ、うん、うん、それはこれ、これは稲のもみを脱穀したものをサフランで炊いたんです。稲ですか。はい、もともとは八雲地方を原産とする食材のようですが、ヒトラール地方にはありませんでしたか。ええ、そうだよ、ここにはお米があるんだよ。お米、お米。何それ、変なの。だってこれお米だもん。あの、ところでリオ様、私たちはどちらの部屋で寝たらよろしいでしょうか。はい。え、あの最長老、アースラ様からお聞きになっていませんか。何をでしょう。私たち3人もこの家に暮らしてリオ様たちのお世話をするようにって。お姉ちゃんたちもここで一緒に暮らすの。そう、ダメかな。どうだろう。いや、それは。リオ殿、お邪魔するぞ。アースラさん。サラたちの同居じゃがな、リオ殿。わしからも伏してお願いしたい。とおっしゃいましても、まずくありませんか。人間の俺なんかと暮らしたら。だからこそじゃ。リオ殿とラティーファのことは、すでに里の者たちの間で噂になっておる。それを里の上の者が腫れ物を触るような真似をしたら、そっちの方がまずかろう。なるほど。それにこれはラティーファのためでもある。リオ殿以外に保護者として、友として、あの子のそばにいてやれる者が必要じゃろ。確かにそれはそうですが。では決まりということでいいかの。あ、まあラティーファにとっては大変ありがたい話なので、サラさんたちがご迷惑でないのなら。よかったね、お姉ちゃんたち。ありがとうございます、リオ様。いえ、お礼を言うべきなのはこちらの方です。これからよろしくお願いします。はい、リオ様。あ、それと、その様付けはやめていただけると助かります。あの、では、リオさんでいいでしょうか。ええ、構いません。それでお願いします。これより精霊大祭を執り行う。大いなる精霊の深き恵みのもとに、その祝福と加護が我ら精霊の民の行く道にとこしえにあらんことを。